株式会社ラルズは北海道の道央地区を中心にスーパーマーケット、スーパーアークス、ビッグハウス、ラルズプラザなどを展開するアークスグループの中核企業。本社は札幌市中央区南13条西11丁目にの32。1961年に株式会社、大丸スーパーとして創業。称号は大丸産業株式会社。 大丸スーパー株式会社と変遷し、1989年3月に禁止館を運営していた丸友産業株式会社と合併し、株式会社、ラルズとなった。ラルズとなってから、1989年12月に株式会社構成から14店舗の営業を引き受けた。2002年に持ち株会社制に移行することに伴い、 株式会社ラルズが株式会社アークスに称号を変更し、純粋持ち株会社となり、同時にアークスから会社分割で小売事業などの営業権を新たに設立した株式会社ラルズに継承させた。アークスグループを形成した段階でのラルズは法人として2代目となる。2008年3月には以前よりアークスグループ参加にあった株式会社ホームストアを 九州合併し6店舗を継承。2015年2月には株式会社マルシしめしが商店を買収して13店舗を継承した。なお、北海道には、ラルズネットという不動産関連会社が存在するが、全くの無関係である。スペルも異なる。ラルズがロウルスであるのに対し、後者は、レルズとなっているラルズで使われている野豪。アークスグループの名前を冠した、スーパーアークス。 月サムはズマ店ビッグハウス白石店ラルズマート、西岡店ラルズが継承した店舗については、ラルズの運営になった後閉店したものを記述する。ありがとうございます。